回はルール書き込めたら 1.5 回ということで、第1回に行わせていただきました英雄譚につきましての訂正とお詫びという形になります。時計回しに関する挙動ですね。英雄譚のカウンターが3個以上載っている状況で第3章の能力が誘発しました。その後時計回しでカウンターを取り除いた際に3章の能力が解決された場合、生贄に捧げられるというふうに説明をさせていただきましたが、こちら誤りとなります。こちら生贄に捧げられないという形になります。具体的な内容としましては、こちら総合ルール 714.4 に記載されている通り、カウンターが最終章の数以上であるとき、かつその能力がスタッに置かれていない状況になったときに状況禁止類として生贄に捧げられるという形になります。この度はルールに関して誤りがありましたことをご迷惑をおかけいたしました。今後このようなことがないようにいたしますので、皆さんまた見ていただけるようよろしくお願いいたします。